あーちょっと待って、いや気持ちはわかる、いや朝は寒かった、今朝は寒かったよ、だけど本当にダウンで大丈夫かな、あちょっと大丈夫ですか、いや晴れるところほどね気温が上がるんですよ、で雲がないほど朝は冷えてるから暖かい格好しようと思うけど、この時期ね気温差大きいんですよ、東京もね10度以上気温が上がるということで、そうなると日中はこのように日差し浴びてるともしかしたらダウンが暑く感じるかもしれない、この時期は天気予報の予想最高気温よりももう大事なんですけど、自分の出かける時間帯を少し考える方が良いと思います、晴れるところほど雲が少なく夜は冷え込む、なのでお帰りの遅い方はねダウン着た方がいいけど、日中これから出かける方もしかしたらダウンは暑すぎるかもしれない、そんな人を見つけた時にねストレッチした方がいいと思うんですよ、あちょっと待って、でもねそれじゃ相手止まってくれないかも、だったらもう気持ち込めてもも上げてみましょう、ちょっと待って、こういうこと、これはねポイントはピタッと止まることなんですよ、ちょっと待って、もも上げるだけにピタッと止まると全身の体幹も鍛えられる、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、ね、やると相手びっくりするから止まってくれるんですよ、どうですか、やってみてくださいよ、ね、皆さんもね洋服選び気をつけて、でちゃんと体を温めることが大事ということで、しっかりとストレッチもやって今日も元気にいきましょう、あの人ちょっと待って、ちょっと待って、えちょっと待って、あいや、えあおっと、あちょっと、ね、あちょっと待って、え